番の福山見つめる三塁ベンチ、打ち上げた、センターへ、どうだ、右中間だ、センター下がる、センター下がる、抜けた、セカンドランナー伊藤、三塁を回ってホームに今帰ってきた、最後は足立が決めました。4対3、苦しんでもつれたこの延長戦、最後は足立が右中間へのタイムリーサヨナラヒッツーベース。混戦をものにしたのはオリックス。来ましたね、でもね、追い込まれていましたが、前進守備のセンターの右を越えていきました。その前に攻守に、そしてバントでつないだ島田、そして今日はノーヒットで苦しんでいた足立が最後に決めました。今日バースデーの糸井、中島にとっては何よりもこの勝ち星が最高のプレゼントということになるでしょう。敗れた楽天、勝ちも目の前まで来ていましたが、まさかの6連敗、借金はついに今シーズン最多10個に膨らんでしまいました。最後はストレートを右中間へ持っていきました。足立、もう伊藤がホームインする前にはもう足立のもとへかなりの選手が勝利を確信して走っていました。もう打った瞬間抜けたっていうの分かりますからね、この時点ではまだホームインしてないんですけれどもね、よく打ちましたよ。はい、最後は足立が決めました。プレゼントしましたね、伊藤と中島にね。